市内循環バス緑のそよ風号比のポンチョ和光市内循環バス風信記号比のポンチョ和光市内循環バスは埼玉県和光市内を循環して運行されるコミュニティバスである1993年2月に運行開始した和光市無料循環バスを前身とする当時は東武鉄道直営時代の東武バスが運行を受託していた 現在は、東武バスウェスト、ミーザ営業事務所に運行を委託している。1993年2月に運行開始した、和光市無料循環バスは、市役所和光市広沢に移転した際に、鉄道駅からの遠くなり交通アクセスが不便になったことを理由として、運行を開始したものである。2001年に、サービス内容の全面見直しを実施し、 2ヶ月の試行運行期間を経て、受益者負担の観点から、運賃無料から、優勝運行の乗り合いバスへと移行した。優勝運行を開始した当初は片方向き循環で、土休日は運休であった。2009年から2012年の間に、運行内容の再度見直しが行われ、2013年に、経路、時刻、運賃がすべて変更された。 和光市が2009年10月17日18日に、高層日本の協力で実施した事業仕分けにおいて、17日に、循環バスの運行について議論された結果、民間との評価が下された。この際に評価コメントとして、目的が明確でない、交通対策なら市が関わる必要はない、利用者を、高齢者、障害者に限定した。 福祉目的化を検討する必要があるなどが挙げられた。これに対し市は2012年度中に全面見直しを実施することを柱として改善の上で市による運行を継続する方向性を提示した。和光市では2012年に循環バスの内容見直し案を発表し、同年1月にパブリックコメントの募集を行った。この結果を受けて、 2013年4月1日以降、運行内容を以下の通り変更している。コミュニティセンターに隣接するバス停留所はすべて、コミセンという略称が使用されている。双葉公園停留所を新設。福祉の里野川公園入り口間は途中停留所を一度通過。野川公園入り口を経由後に、以下の停留所での乗降が可能。 和光市駅南口発下新倉小学校、和光病院入口下里、金泉寺前、新倉郵便局、アグリパーク入口和光市駅南口期第一便は、和光市駅南口が始発。福祉の里まで運行後、新倉氷川神社、双葉公園、赤池、和光市駅南口、図書館前を経由し、和光市役所まで運行第一7便は、 土日祝日運休。左回りと右回りの2コースがあり、右回りが玉数番、左回りが奇数番となっている1、3、5、7、9便、白子3丁目停留所、ささめ通り。ベルクワ湖白子店至近、白須3丁目中央と地区各整理地内道路上を、新設、城山、藤の木橋停留所経由を取りやめ、左回りのみ。 南市場停留所下車後、徒歩第1便は、和光市駅南口始発。和光市駅南口白子宿地域センター間、途中停留所通過第9便は、和光市役所和光市駅南口間、和光市駅南口白子こ線間、途中停留所通過。埼玉病院に乗り入れない、第1、急便は、土日祝日運休。左回り。 中央公民館先回りルートに、4、6、8便南市場白子3丁目当館、途中無停車。白須3丁目東折り返し後に、以下の停留所での乗降が可能。和光市駅南口発吹き上げ込み線主体なり、神社か藤の木橋和光市駅南口期、白子3丁目停留所は通らない第8便は、埼玉病院に乗り入れない。第一二三 7便は、和光市役所を出発後、和光市駅を経由せず、南一丁目、越後山方面に運行する7便は、馬番小見線方面を運行後、和光市駅南口止まりとなる南コース、西山と団地停留場新設越後山橋、南公民館間は途中途中停留所通過。馬番小見線を経由後に、 以下の停留所での乗降が可能。和光市役所初馬番小見線埼玉病院第3中学校、越後山橋入口。2回目和光市駅南口キーマ改正により、越後山や馬房から和光市駅までは直接行けるが、和光市駅からは越後山、馬房には直接行けない。越後山、馬房へは和光市役所が終点のため一旦、 降車時に和光市駅和光市役所間の運賃を支払う再度乗車し降車時に和光市役所降車停留所までの運賃を支払う必要がある和光市役所での平均待ち時間は平均40分程度ある和光市駅南口から越後山馬坊に直接行く場合は周辺を経由する東部バスを利用する必要がある南一丁目や二軒神殿を経由する 西武バス線39、または39から一大泉学園駅発着の路線もあるが、乗車時に運転手に校舎停留所申告し、運賃を先払いする必要がある。埼玉病院、または、新道坂上停留所下車ごとほ両地区へのアクセスは、成増駅発の西武バスが利便性が高い。 和光市役所を起点に、和光市駅南口を経由し、以降市内各方向へ向かう3コースが設定されている。いずれのコースも運行上は1方向順化に扱いとなる、和光市役所和光市駅南口市内各コース、和光市駅南口和光市役所の順序で運行される往復経路である。各コースいずれも第1便と最終便は土曜日、日曜日運休。 12月29日から1月3日は全便運休。北コースか内海寺前、アグリパーク入り口福祉の里アクシスは海家、新井倉氷川神社和光市駅南口図書、建前和光市役所中央コース南コース、和光市役所を起点に、市内を南北各方向に循環する2経路が設定されていた。いずれの経路とも両方向循環である。 各経路は両方向とも1日5本運行されていたが、2011年4月1日から、北コース赤池先回り、南コース白須小見線先回りは利用者金賞を、理由に、最終便が運休となっていた。北コース南コース過去の車両日産ディーゼル RN、東部バスへの再移管時点では、東部バス標準塗色の小型ワンステップバス、 日産ディーゼル RN3 台が使用されていたが、2009年に、ノンステップバスの日の、ポンチョロングボディ2台に置き換えられた。ポンチョ2台は2010年2月から、埼玉県立芸術総合高等学校の生徒2名が、デザインした、市に、ゆかりのある、清水勝ツの作品をモチーフにした、緑のそよ風号と、大石誠の作品をモチーフにした。 風神記号のラッピングが施されている。ありがとうございます。